ざっす、今回はですね、商品紹介でございます。商品提供いただいたものをですね、感謝の気持ちを込めて紹介するという動画でございます。今回紹介するのはですね、こちらです。車中泊なんかで使うエアマットなんですけれども、こいつをですね、商品提供いただいたので、こちらの紹介をさせていただきたいと思います。Ladies and gentlemen.ということで、こちらの紹介なんですけれども、こちらがですね、ダタモっていうブランド、会社さんの商品でございます。ダタモちゃんですって感じですけどね。これがわかる方は、あなたはおじさんなはずだ。はい。今回ですね、僕はこれをの、商品レビューをお引き受けさせていただいたのはですね、車中泊で使いたいなと思ったからでございます。僕はですね、トヨタの FJ クローザーという四駆で、まあ無理やり車中泊をしているっていう感じなんですよ。FJ クローザーという車、過去に僕の動画で散々紹介をさせていただいてるんですけれども、ラゲッジスペースから後ろ座席を倒して助手席までの間の何ていうんですか、そもそも尺が短かったりとか段差があったりとか、まあいろいろ苦労する点はあったんですけれども、こちらを解消してスノコと後部座席の背中みたいな感じでこう寝てたりするんですが、そこの間にですね、今まで使ってたのがあるんですけど、ちょっとそちらをご紹介しますね。今まではこの銀マットの極厚バージョンを一番下に引いて、でその上にこちらサーマレストのリッジレストを引いて寝ていたわけでございます。もちろんこれただ2つともマットなので、まあ厚みはあるし、ふかふかにはなってるんですけれども、まあ、肝心がですね、枕がありませんので、枕これイスカのノンスリップピローっていうのを使った、この3つを使ってですね、車中泊を過ごしていたわけでございます。過去にねシリーズでお送りさせていただいてるんですけど、北海道車中泊旅なんて言ってですね、FJ クルーザーのその車中泊ができるようになった、まあ、カスタムとまでは言わないんですけど、その辺の実力をですね試すべく北海道に行ってまいりましたので、そちらの動画内で使ってるのもこのセットだったんですね。なんですけど、今回この商品提供いただいたダタモのエアマットは、まあ空気が入るので、もちろんこういったいわゆるなんていうんですか、スポンジ系のマットより、まあ、エアマットの方がふかふか感があるんじゃなかろうかと期待したポイントが1点と、これね枕付きなんですよ。枕付きというか、このままよくプールに浮かぶ感じ、マットがバーンってあって枕までついてるみたいな形なので、なんでこの3つ、サーマレスと枕、極厚銀マットのこの3つがですね、この1個でまとまったら素晴らしいじゃんということで、今回このレビューをお引き受けさせていただいたわけでございます。というわけでですね、早速なんですけれども、今日あそこどこだろう、長野、山梨と長野の間ぐらいみたいな林道の奥にあるキャンプ場があるので、そこにみんなでね今日キャンプする予定が立ってますので、そこにこれ早速持って行って車中泊して実力チェックしてみたいと思います。はい、というわけでですね、早速キャンプ場に向かってまいりたいと思います。よし、ということでですね、周り目平キャンプ場に今着いておりましてですね、うちの動画の中で出てきてる人で言うと、X4 さんと車検切れホーネットさんと海坊主さんと僕の4人でですね、今キャンプやってるんですけれども、お酒もだいぶ回ってきたので、こちらのダタモの、これを何ですか、エアマットって言っていいのかな、のですね、ちょっと、レビューを続けていきたいかなと思います。先にこの寝床の確保をもうしちゃいたいなと思ったのでですね、こいつの紹介いきたいと思います。まずはですね、こいつ中身何が入ってるのかちょっと一旦開けてみようかなと思います。こいつの巾着の中に何が入ってるかと言いますと、ダン、なんだこれ、なんでしょう、なんか全く想像できないものが入ってました。ちょっとこれが謎なので、後に回します。はい、そしてこれはまあ間違いなく本体ですね。あとはもう何も入ってませんでした。結局本体だけですね、中に入ってるのは。こいつが何なのかはちょっと後頃確かめてみたいとは思いますが、まずはこいつを膨らますところへ行きたいかなと思ってんですけど、あ、ここですね、きっと。これはポンと開ける、あれ開けないのかな、こっちかな、あれこれどうやって膨らませるんだろう、あれ開かない、こっちは開かないから、開いた。これってなんか加えてフーってやる感じじゃないっすよね。ちょっとでもこれしかないか、一回やってみます。まさかのこれから口で空気入れる感じでした。これはなかなかしんどいぞ。よし、これが膨らむまで頑張ってみたいと思います。あ、なんかこれ入ってました。なんだろう、これ多分リペアキットかな、穴開いた時のパッチみたいのが入ってました。はい、あ、でも思ってたより空気入れるの簡単かもしれないですね。夏場にプール行ったら子供たちのこういうの入れなきゃいけなかったりするんですけど、それに比べたらいくらも楽っすね。これでもう結構パンパンに入ってるっす。
あ、入んなくなった。これぐらいでもう完成ですね。これ結構すごいかも。あ、すげえ。結構ね、これ動画で伝ってるかな、結構もうパンパンに入ってるんですよ。こっち側のまだこのテロテロの部分はこれ枕側ですね。ちょっとこっち側も入れてみたいと思います。あ、入んね。はい、入りました。5回ぐらい吹いたかな。まあでもそんなもんですね。結構ね、僕が思ってたよりは空気を入れる回数は少なかったし、なんだろう、結構簡単に入りましたね。なかなかいいかもしれない。こんな感じ。枕も結構でかいっすね。ね、この足元ぴったりまで来てるので、おそらく185ぐらいあるのかな。180は超えてるだろうなという感じでございます。はい、もうあとはちょっと寝てみるだけなので、この上にですね、このコールマンの封筒型の寝袋をちょっと敷いて、今晩一晩泊まってみてですね、また明日の朝寝心地やら。一番気になるのは今日が10月のですね、あ、映んないですよね、10月の30日。まあまあまあ言うても冬がスタートするかなっていうぐらいの時期ですので、これぐらいの時期で寒さが気になるかなと思うので、まあまだね、車の中車中泊ですので、地面から伝わる冷気みたいなことはないとは思うんですけれども、この暖かさみたいなところがどれほどのレベルなのかみたいなこともですね、報告させていただきたいなと思っております。というわけで今は9時過ぎですね。もうね、ご飯食べてなんだかんだひとしきりやりましたので、もう寝たいと思います。このダタモのですね、そう、さっきね、あの裏表逆だったみたいですけど、これがダタモのロゴがついてる方が、まあ、もちろん表だと思うんですが、こちらを使ってですね、今日は寝てみたいと思います。また明日朝起きてですね、寒いだの、薄っぺらいだの、すごい快適だの、レビューさせていただけたらなと思います。それではおやすみなさい。はい、おはようございます。ただいま6時、違うな、5時半、5時40分ぐらいですね。一晩このダタモのエアマット、これで寝てみました。僕は思ってたよりすごいいいですね。枕がまず固定されてて動かないっていうのが、すごい枕を外さなくて済むのでいいなと思いました。前の状態、サーマレストのリッチレストとイスカノンスリップピローの組み合わせの時って、まあ、ノンスリップピロー、まあ、滑らないとは言いながらもね、やっぱりどっか行っちゃってたりとかすることあったので、これがね、固定されてるって意外と使いやすいんだなと思いました。で、寝心地に関してはもう全く問題なくてですね、まあ、逆にこのデメリットというかいまいちな点を言うと、特にね、このエアマット、今こうやって座ってたりとかしてもそうなんですけど、あの、この局地的な圧力には弱いので、こう、ここら辺にこう、なんていうの、ピンポイントで荷重かかっちゃうと、もう全然下の地面ですぐ当たっちゃうんですよね。なんでこうやって面で当たってるとふかふかなんですけど、特に例えばこう油かいてる時とかって、くるぶしとかってこう結構ピンポイントで荷重がかかるポイントになるじゃないですか。そうするともうこれ下の地面についてるので、なんかこれの下にリッチレストとか、あの極厚銀マットみたいなの引いて、その上にこれ引いてあげたら、もう完璧なんじゃないかなと思います。なんで冒頭で言ってたあの3点、僕で言うとイスカのノースリップピローとサーマレストと極厚銀マットって3つ使ってたんですけど、枕と銀マット、まあ、枕とマットの何かどっちかなんですけど、この2個がなくなって、まあ、こいつとそのマットの2つで済むようになるのは、まあ、これ僕にとってはかなり大きなメリットかななんて思いました。冬キャンプにはまだ程遠いかななんて思ってたんですけど、今日は相当寒いっすね。なんで割と冬モードというか実践編みたいな感じで実使用できたんじゃないかなと思います。このダタモのエアマットは結構いいです。あとはこうやって空気もの、エアーものなんで、撤収がどれだけ簡単にいけるかっていうのもですね、後で、実証してみたいと思います。とりあえずご飯食べます。はい、はい、というわけでですね、もうキャンプも撤収し終わって帰るぞってタイミングで、せっかく XO さんがいるんで、 XO さんにもちょっとレビューを頼もうかなと思ったんですが、もうここはね、いっそのことをこれをもう畳んでもらおうと思います。おや、早畳み選手権やります。これね、ここでが枕のやつ単独で、あともう一個ね、ボディ用のやつがあったんでね、向こう側かな。あ、でもこっち外して向こう外してこっちから畳めばいいの、そういうことかな。で、どんな感じ、まあいいや、とりあえず行くよ。で、これに入れるからね、これに入れるとこまでね。はい、行きます。よーい、スタート。あれ、テテテン、これ引っ張る、頑張れ頑張れ。あれ、で、俺もそれ全然わかんない。え、何これ。ちょっと待って、ちょっと待って、早く早く。ちなみに説明書みたいなところが入ってなかった。そんなもんなの、うん、あ、もしかして
もうこれで壊したらごめんね。え、でもそうじゃないですよね。あ、でもこれもう一個いきそうだよね、パパって。いきそうなんだけど、うん、これでそれあれじゃない、蓋が閉まってないとそっち開かないとかさ。え、待ってて、そういうことじゃない。やりそう、なんかやりそう、なんかちょっと嫌な感じするよ。え、でも、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。頑張って、あ、なんかいいジャンパー着てるね。あ、ありがとうございます。いいジャンパー着てるね。巷で流行りの全身ジャンパーね。いっちゃっていい、ちょっとこれちょっといいよ。ここでもそうだよね、これで開くようにはなってるよね。そっち側にペロンってなってるからね。いけるか。あ、やっぱそうだそうだ。なるほど。あ、入れるときはここで入れたってことね。 そっちで入れたの。なるほど。説明書なし、説明書なし、なかなかストイックだよね。痛いよ。でもこの間の商品レビューさせてもらったテントワンタッチテントなんだけど、これね、中国プロダクトはね、意外と説明書はない。ない。そしてホームページもないから、ネットにも書いてない。痛え、指が痛え。ちょっとこれ、あ、開かない。この寒い朝にこの雪の痛さは効くな。こういうところがね、なんかリアルなレビュー感ありますよね。いや、あ、来た、あ、ダメ、ちょっと、ちょっと、あ、来た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 。あ、疲れた。あ、いや、こっちからの方が良さそうな気がしてきた。あ、なるほどね。巻いてやった、畳んでやった、覚えてないな。いや、あ、でもさ、これこっち側から行ったら向こうの空気抜けないじゃん。え、でも、あれ繋がって、繋がってない。あ、枕とボディが絶対ない。あ、ここで決めてんだ。そうそうそう。あ、じゃあ枕を先に畳んでだ。でもね、もう多分2分ぐらい経ってるから、そんなに簡単じゃないね、これね。あの、指が痛い。すごい、レビュー的なんか。しまう時。だってこれ、この送ってきたメーカーがさ、早く使って、Amazon のレビューも書けぐらい言われてるから、ね。すごいプレッシャーだ。俺、YouTuber だから Amazon のレビュー書かないからって言ったけど。あ、なるほど。そういうのもある。あ、しまった。抜き具合が甘かったかな。でもこれに入ればいいよ。傾く。ほら、やっぱそうなんだよ。ダメ。いや、力抜きで。あ、いけてるね。無事入れられるでしょうか。もうちょい。どこに溜まったんだろうね。真ん中だけ溜まったんだ。ダメね。あの、地味に溜まってるのがあるか。でこれ空気もな、それが大変だよね。あ、ほら、俺が持ってるイナー社のオゾンも同じ仕組みだから、あれもちょっと気合い入れて、しっかり抜かなきゃダメだよね。あ、でもこれ畳みやすい、そのこれ。あ、そう、これがあるとだいぶ楽。もうこの辺早送りだろうな。会話いらないやつ。早送りになっちゃうやつだろうな。あ、なんかぺったりしたね。最初から気合い入れるよっていう話なんだろうな。あ、でもダメだ、ある程度はでも入るだろう。これはさっきのキャップ開けるのですげえ指が痛い。指痛いそうですが、ダタモさん、対応お願いいたします。指が見えるか。よしよしよし。これ無理やり入れたら今度出すときが、あ、日の目見んのかな。あ、やめろ。はい、やめろけ。オッケー、終了しました。はい、無事ダタモグッズ袋に入りましたね。はい、ということでお疲れ様でした。参加賞です。ありがとうございます。何でしょう。いや、わかんないの。それでダタモのこの袋に入ってったの。開けて、キャップ開けとかだったらどうする。手が痛くならないキャップ開け。まさかのこれを使って開けてくださいとか。あ、違う、なんだろそれ。あ、あれだ、なんかランニングする時の入れるやつじゃないの。あ、ウエストバッグのちっちゃいやつだ。じゃあね、キャップ開けじゃなかった。じゃあそれでダイエットを試みてください。ダイエットですか。はい、ということで、ダタモの商品レビューでした。どうでした。使ってみて。使ってない使ってない使ってない。触ってみて、縛ってみて、触ってみて、質感と。あ、でもなかなかクッション性は良さそうだったから、一点集中すると痛くなるけども、普通に横になって均等に分散されれば寝心地良さそうで、枕が大きいっていうのが、いいよね、結構良かった、うん、でもなんかへこみがいまいちだったんでしょう、ね、あ、そうそう、俺感触的真ん中がへこんでるのが、なんか俺の寝方にはあんま合わなかったなって気はしてるんだけど、うん、そうね、イナー社のオゾンはすごいちっこいのがペコってついてるから。あ、そうなんだ。あれからすればなんか大きい枕はいいような気がするな。イナー社だとこれよりもっとちっちゃくなる。姉妹、あ、もうちょっとちっちゃいかな。あ、そうなんだ、うん、それもいいね。ただその代わりやっぱちょっと幅とかもうちょっと狭めだったけど、あれはもう完全に登山用なんだ。あ、冬山とか多分そうだよね、うん、寝袋の中にいる。これはそうだね、車中泊とかキャンプとかする。値段いくら。値段3000円ぐらい。ああ、じゃあ試しでありかもしれない、ね、そうだね、車中泊やる人だったらいいかもしれないね。やっぱこれエアマットってさ、冬山とかでもあれ温度大丈夫だよね、地面からのやつは。だからそれを空気の層で遮断するから、だからでもほら空気のやつだからさ、さっきも言ったけどピンポイントで荷重かかるとさ、床じゃん、もう床ってか地面じゃん、そしたらガッツリ力くるよね。多分そうだけど、じゃあ今度雪山で試し。いや俺死にたくはないな。とか言ってクソさんが今バッツリ鼻声で風邪ひいて
たっしょ今日。うん、もうなんか昨日が調子悪かったんで今日の寒さでやられた。完全に風邪ひいてるよ、ね。ちょっと声が変になってるかもしれないけど。はい、ということで全身ジャンパーでございました。はい、というわけで動画最後までご覧いただきましてありがとうございます。ダタモの商品レビュー、エアマットの商品レビューはさせていただきました。周り目平っていうキャンプ場でみんなでキャンプした後なんですけど、まあ、XO さんも一緒に出るので、しかも全身ジャンパー着てるし、どうせだったらレビューしてよということで協力してもらいました。というわけで今回動画以上になります。最後までご覧いただきまして本当にどうもありがとうございました。チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた動画の中でお会いいたしましょう。ザイスター。